今回紹介するのは人手不足なのになぜ賃金が上がらないのかという本です。働き手にとって最重要な関心事である所得アップが実現しないのはなぜ ?22 名の経営が。 現代日本の労働市場の構造を驚きと納得の視点から明らかに異なる視点からの16編の貴重な論文集賃金が上がらないために個人消費が伸びず GDP が上がらず税収が思うほど増えないので財政問題解決は遠くあまり遠くない将来に財政破綻の懸念がさらない。 そういうい重要問題に弊社と21人の専門家が正面から取り組んだ16編の論文集だ弊社が最後にまとめているのでそれから読んだ方が能率的か企業が強欲で内部留保を積み上げているから賃上げに回らないというとこや談義レベルの話を信じている人も多いが。 さすがにそんな議論は出てこないそれぞれ説得力のある16編の切り口は鋭い押しむ楽は筆者がいずれも学者で企業人がいないことだ企業の現場で苦労した人に語らせれば次のように言うはずだ国際化だけでなくオートメやコンピューターや人工知能 AI の発達で 企業業内の作業が縮減しししたたりり変質したりしている。ゴールドマン・サックスはトレーダーを一部クビにして AI に置換した日本の正社員は難関を突破して入社した時には優秀だったはずだが 終身雇用にかまけて以降の研鑽を怠る人が少なくないそのため正社員にはもはや給与に値しなくなった稼働不足人口が多い役立つ人には昇給で報いるが過剰待遇人口を抱える以上全体の賃上げは難しい16編もあれば誰かこういう視点を持ってくれてもよかったのではないか差は去りながら 賃金が上がらぬ原因を筆者それぞれの専門的な立場から進行しているのは事業を得て立派だ改善策の師様であるこの分野に関心のある読者には必読の書である以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします